小手、指原古戦場の石踏み小手、指原の戦いは、南北朝時代に、武蔵国入間郡小手指原で行われた合戦である。国木田独歩、武蔵野の冒頭部分で触れられていることで知られている。小手、指原の戦いは2回行われており、本記事では1に関して説明する。元弘3年5月11日に行われた、新田義貞と鎌倉幕府との戦い。昭平7年、文和元年うるう2月28日に行われた、足利尊氏と新田義宗との戦いについては、武蔵野合戦を参照のこと。また、建武2年に起きた鎌倉方残党の北条時行と足利尊氏の弟である足利直義の戦いでも、小手指原は戦場の一つとなった。5月8日、新田義貞は生品神社で挙兵した後、11日朝に入間川を渡って小手指原に達し、桜田貞国を総大将、長崎隆重、長崎孫四郎左衛門の、梶次郎左衛門のを副将とする幕府軍と衝突した。幕府軍は義貞が入間川を渡り切る前に迎撃する算段であったが、義貞の方が動きが迅速であった。両者は遭遇戦の形で合戦に及び、布陣の余裕はなかった。戦闘は30回を超える激戦となった。兵数は幕府軍の方が勝っていたが、同様に幕府へ不満を募らせていた川越氏ら、武蔵の御家人の援護を得て、新田軍は次第に有利となっていった。日没までに新田軍は300、幕府軍は500ほどの戦死者を出し、両軍ともに疲弊し、義貞は入間川まで幕府軍は久米川まで一旦撤退して軍勢を立て直した。翌日朝、義貞の軍勢が久米川に布陣する幕府軍に奇襲を仕掛けたことで再度戦闘が発生した。新田軍が本陣にした白旗塚が残る。また周辺には新田軍が誓いを立てた製糸橋、新田軍が勢揃いした勢い、揃い橋など合戦の名残が見られる。ありがとうございます。